たの。おお、え、あれガレ君、あのヒゲジジイにクソガキが起きたって伝えろよ。え、分かったから、落ち着こう。ね、ね、ちょ、ガレ君、ガレキ君、ガレキ君、赤木先生、ナイちゃんを。しないで。すごく痛いとこある？どこか違和感があったり気持ち悪いとかは？ごめん、声が出ないほど怖かったよね。俺がもっとしっかりしなくちゃいけないのに。ごめんね、ごめんね。ちんげえ、事態の把握、正当の沈黙タイムだろうが。話せ。ほら、話してあげなさい。ガレキ君はさ、あの二人とどういう関係なの？あれ、聞いても？あ、抱きしめても？何？抱きしめられるという愛を知ることによってささくれた子供の心は。ガキはてめえだ。ひどそうだな。大丈夫かよ？うん、ありがとう。あの野郎！こ、ガレキ？あれ？ヨキ？ぶっ殺してやる。無事に済めばこういうのも楽しい思い出になって。楽しくねえよ。てめえ、ちょっと殴らせろ。え？なんで？でももう今日一回殴られって。え？待って。あ、手加減して平手にしてやったの、ありがたく思え。よかった。ああ、なんだそれ。ガレキ君、元気なかったからさ、俺のこと殴るくらい元気になってくれて嬉しいよ。パレード一緒に出てほんとよかった。何言ってんだよ。初めて参加したパレードどうだった？楽しかった？楽しいわけねえだろ。二度とするか。だいたいきらめき王子ってなんだ、サミンだよ。ああ、あの足が沈む感じちょっと新鮮だな。もしかしてガレキ君って雪初めてだった？今の無意識の一言だったよね。かわいい。何があるかわからないから、二人は俺の後ろにいてね。出たー！言って、クソバカ、よく見ろ、人形だ。ガレキ君は俺が守るから。俺の言う通り。お前、さっきから俺の前にかぶんな、邪魔なんだよ。あのね、守ってるの俺サーカスでしょ、ガレキ君は一般の男の子でしょ。仕事の義務っていうか、それだけじゃなくて仲間に怪我をさせたくないっていうか。あ、仲間？どの辺が？真顔。そっか、そう思ってんの俺だけかな。そういえばガレキ君、俺の名前呼んでくれたことはあったっけ？あれ、もしかして嫌われてる？おい、能力の差わかんねえほどガキじゃねえよ。けど役立たずでもねえ。な、
ごめん。援護に回る。しっかりやれよ。ガレック、声を出して。おっと、黙ってな。ガレック、どこ。おほう、おう、まだとどめ刺してねえのに。ガレ、やっと目が。あ、楽しいことしよう。すごいこと。みんな悲鳴を上げるように笑ってくれたら嬉しいな。君のこと守ったかな。俺のことが分かってない。一体こいつに何が起きてる。ヨギ、何、遊ぶ。遊ぶじゃねえ。ひどいよ。失ってた。ごめんね。よかった、ちゃんと温かい。あ、ヨギ、ガレキか。初めて呼んでくれたよね。はあ、よかったよ。一度も呼んでくれないから俺すごい嫌われてんのかと思ってたよ。何言ってんの。つか初めてじゃなくね。意識もしてねえけど。ないよ絶対。なんだろ、てめえが聞いてねえだけだ。リノルの時だってお前が意識すっ飛ばして。リノルでは本当に俺 ごめんね。つか大丈夫なのかよ、体とか。もう大丈夫。みんなで一緒に帰ろう、暖かい2号艇。おかえりめ。ただいま。ガレキくん、どうしたの。ただいまでしょ。ただいま。ここです。あ、ここはない。ナイちゃん喜んでるし、ガレキくんも楽しんで。ニャンピローなグッズいっぱいあるよ。ふざけんなってめえ。何がニャンピローなだよ。お前が入って動かしてるただの着ぐるみだろ。興味ねえっつーの。何嘘言ってんの。ガレキくん、ニャンピローなはちゃんと生きてるんだよ。着ぐるみなんかじゃないんだから。
ヨギ、二号艇の子供って何？え？クソメガネがなるかとか聞いてきたけど、意味わかんねえなって。二号艇の子供って、つまり、ごめん、わかんないや。二号艇を降りる。ガレック飛ばすよ。ガレキ君はすごいよね。いつも難しい本とか読んで勉強してるんでしょ。やっぱりさ、そういう仕事をしたいとかさ、将来そのサーカスの中にもそういう。ああ、何勉強っつった？役に立つんだよ、生活の。システムを押さえたから今から2号艇とつなぐ。ヨギ、あー、オッケー。最初にこのボタン。おい、その下。え、次が右の。あ、そんで左下。お、横スイッチ上げるだったろ。ガッカトルシュスター。ガレキ君にはもう危なすぎる。すぐ船に返してあげるから。お前、あの虹んとこ行くんだろう。うん、きっとあそこに。足手まといって分かってるし、さっきからなんかお前のスピードに全然。すげえ、俺邪魔くせえけど。悪い、連れてって頼む。アガレキ君。ガレキ君、実はさ、本当は俺もガレキ君に来てほしかったんだ。ナイちゃんを助けに一緒に行こうよ。あれ、ちょっと紛らわしいよ。今パンってパンってギリギリ。よかったんだよね、ガレキ君が選んだ道なんだから。ガレキ君に二号艇の子供ってどういう意味って聞かれた時、俺すごく心配になっちゃって。だって俺たちってさ、この世にいないってことになってるじゃない。サーカスに入った時、家族に危害が及ばないように、それが枷にならないように、戸籍もデータも操作されて、ここだけが帰る場所。外でいろんな人たちに会って仲良くなっても、みんな通り過ぎていく。ガレキ君はこれから外でいっぱいのことがあって、たくさんの大切な人と出会わなきゃ。ガレキ！お前らガレキ君、あのガレキ、泣いちゃダメ、ガレキ君が困っちゃう。ガレキ君、この子を俺だと思って辛いことがあったら相談してね。てめえはその布に話しかけてんのかよ。誰か違う。全てが今